はいはい、おはようございます。ゴレンさんです。本日は V ストローク版についてのお話になります。私以前 V ストローク版にですね、こちらですね、 SP タダオのパイプをですねつけたんですよ。でね、この間ねオイル交換しようとしてですね、オイルフィルターも変えようと思ったんですね。で、私使ってるのがこの KTC のレンチ、フィルターレンチなんですね。とはこれですね、めちゃくちゃ頑張れば入るんですけど、頑張らないと入らないっていうそういう感じなんですね。でね、SP タダオさんにこれねSP タダオさんに問い合わせたんですよ。そしたらね、デイトナならで試したというお話をしてて、こちらデイトナのやつなんですけど、こっちだったらちょっと使えますけど頑張れば入るっていう感じなんですね。ちょっと使えますけど頑張れば抜けると。こっちはねかなり頑張らないと入らないです。これね、こっちが KTC でこっちがデイトナなんですけど、 KTC の方はこれね、わかりますかね、この肉厚がね全然違うんですよ。こっちデイトナの方はピロッピロでKTC のかなりしっかりとした肉厚になってて、なんで、この、結構ね、クリアランスがあんまりないので、干渉してしまうということですね。だから、このデイトナのペラペラのやつを使えば、こう入ると、スポット。いうことで、もし、SP タダオさんのパイプに付け替えたよっていう方が、V ストローム6班でいらっしゃいましたら、こちらのデイトナのレンチフィルターレンチをお使いください。こう引っ掛けてガチャってはめてグイッグイッって回す、こうなんていうんですね、こうはめるタイプじゃないレンチだったら問題ないんですけど、まあこういうのを使うのであれば、こちらのデイトナの方をお使いください。 KTC のやつはちょっと厳しいですこの辺性能を取るかメンテナンス性を取るかの差なので、なんともなところなんですけど、って感じですね。はい。では本日はこの辺になります。こういうのショート動画にってやつにした方がいいのかな？それでは本日はこの辺になります。バイバーイ。